ください。はい、糸島前、本当に多くの皆様方にお集まりいただきました。本日の街頭演説会開催させていただきたいと思います。それではご紹介通り、トップバッター、日本共産党中央委員会議長、岸和夫衆議院議員、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。日本共産党の岸和夫です。蓮舫さんが勇気を持ってチャレンジし、激しく追い上げて、何としても知事に押し上げていただきたいと、矢も盾もたまらず駆けつけてまいりました。皆さん、選挙の論戦通じて小池知事と蓮舫さん、どちらが知事にふさわしいか、もうはっきりしたんじゃないでしょうか。まず政治性の問題です。小池知事といえば、2017年希望の党を作った際に排除しますと言ったあの言葉が忘れられません。蓮舫さんは、私は支援者を排除することはいたしませんときっぱりおっしゃってる。皆さん、東京の知事というのは1400万都民みんなのリーダーですよ。特定の政治的主張を不憫にして排除を公言するような人ではなくて、全ての都民の皆さんの声を聞き、全ての都民の皆さんを包み込んで一緒になって前進する蓮舫さんのような方が知事にふさわしいんじゃないでしょうか。もう一つ言いたいのは、都庁の真下で行われている10年間にわたって行われてきた生活に困ってらっしゃる方々への支援、小池知事は8年間の在任中、ただの1回も足を運びませんでした。それだけじゃないんですよ。雨宿りしている方を追い出して、雨の中に追い出した、食料を受け渡している場所に大量の三角コーンを立てて妨害したんです。支援を求めている方を無視しただけじゃないんです。足蹴りしてきた。こんな人に知事を続けさせていいんでしょうか。皆さん変えましょう。蓮舫さんに変えましょう。蓮舫さんは立候補声明の直後に食料支援の場に駆けつけて声を聞いて、都庁を照らすんじゃなくて都民の暮らしに光を当てる都政を作りたいとおっしゃった。どちらが知事にふさわしいか、蓮舫さん一択であることは明らかではないでしょうか。政策的対決戦ももうはっきりしてまいりました。蓮舫さんは選挙に入ってからも都民の皆さんの声に耳を傾けて、ボトムアップで日々政策をバージョンアップしています。現役世代の手取りを増やす、蓮舫さんの一貫した公約です。知事として何ができるのか、東京都で働く人の非正規の方を正規に変えていく、好契約条例を作って都の仕事をやっている働く方の待遇を改善する、公約されてますね。これ実現させるんじゃないですか。その上で蓮舫さんが、この間高すぎる国民健康保険料を軽減するために都知事として提案します、こうおっしゃったのは多くの方々の励みになっているのではないでしょうか。かつて東京の国庫料というのは安かったんです。ところが今全国で一番高い、全国の市区町村のランキングがあります。ワースト1位から21位は東京の自治体が占めてる。子供さん就学した場合は1人
65,600円ですよ。皆さん、なんでこんなに高くなったのか。小池都政が負担軽減のためのお金をバッサリ削ってきたからであります。皆さん、子育て支援と言いながら、一人お子さんが生まれたら65,600円保険料値上げする、これ子育て支援じゃなくて子育てペナルティーになってしまうじゃありませんか。この都政は変えましょう。蓮舫さんは国力が高すぎる、その心配で子育てを諦める、そんなことのないような都政を作りたいとおっしゃってる。みんなでそういう都政を作ろうじゃないですか。国力の大幅な値下げ、そして困ってらっしゃる都民に寄り添うあったかい都政を蓮舫知事で作ろうじゃありませんか。皆さん、政策のバージョンアップという点では蓮舫さんがこの選挙の大争点になった神宮外苑再開発について、これはたくさんの樹木を切って高層ビルに建てる、これに対して見直しをずっと主張されてこられましたけれども、それをさらにバージョンアップして住民投票を訴えられてますね。私大賛成ですが、どうですか。都政の進路は都民が決める、これを託したいと思います。皆さん、この問題では三井不動産と小池都政との底知れない癒着がここに来て大問題になってるじゃないですか。あの外苑の再開発、最初の段階から主導的役割を果たしたのが三井不動産。三井不動産はそれだけじゃないですよ。築地の跡地、それから東京グリーンパラの跡地のアルミフラッグ、この3つの再開発全部引き受けてるんです。そして東京の幹部職員局長14人が三井不動産のグループに天下りをしている。皆さん、こんな利権ファーストの都政は変えようではありませんか。この問題、もう一つ大きな問題がある。もともとこの再開発の計画言い出したのは誰だったか。東京都が作っている内部文書があります。2012年2月28日都議会自民党の控室で萩生田光一氏と都の幹部が会合をやっていた。その場で萩生田氏が森元総理から君が横断的に調整してと言われていると言って、この外苑再開発のことをはっきりと言った記録に残っております。ここから始まったんですよ。皆さん、森元総理の命によって萩生田氏が動いてこれが始まった。しかし、この2人といえば裏金疑惑の中心人物じゃないですか。裏金疑惑の2人が手に手を取ってこれを始めた。もう事実関係は明らかです。小池都政、三井不動産、裏金自民党、この3社の結託で進められている。こんなにあまりにもひどい利権政治、裏金政治、これは蓮舫さんで一掃しようじゃありませんか。蓮舫さんで利権ファーストの都政から都民の暮らし最優先の都政に切り替えようじゃないですか。蓮舫さんの中では東京は変わります。日本が変わります。4月7日にはそういう素晴らしい結果をみんなで作ろうじゃないですか。どうぞどうぞ頑張りのことを約束してご挨拶といたします。ありがとうございました。新和夫日本共産党中国委員会議長から力強い応援の目をいただきました。続きまして、右の大砲に参ります。第95代内閣総理大臣野田佳彦衆議院議員、ご紹介させていただきます。皆さん、こんにちは。
野田義彦です。昨日は静岡で 39.3 度、今日は三重県で 39.7 度、もう我が家のお風呂の設定温度ですね。もうね、あの皆さん熱中症には気をつけて水分を取りながらお聞きをいただければというふうに思います。私は蓮舫さんとは彼女が初めて参議院議員に当選して以来20年間にわたり同志中の同志として活動してまいりました。彼女の質問力は天下一品でしたね。よく調べてよく分析してグリ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 攻める、安倍さんが一番嫌がってた人です。菅さんが一番恐れてた人です。岸田さんが中津のように嫌ってる人です。本当はまだまだ国会議員として一緒に仕事をして共に政権交代を実現をしたいと思ってたんですが、この度都政に挑戦をされました。この都政でその力を存分に発揮して都民のためにとことん働いてほしい。今日はそんな思いでマイクを握らさせていただいております。毎日選挙期間中どこかでマイクに行ったりビラ配りをしてるんですけど、今日は C さんとご一緒するとは思いませんでした。蓮舫さんとは20年ずっと一緒に共に戦ってきたんですが、私は C さんと戦ってきた歴史があります。旧千葉一区30年前共に初当選なんですよね。その時に私は JR 津田浜駅で街頭に立っていました。ボランティアの皆さん30人と立ってると当時の C さんを応援する応援団が2000人ぐらい来られまして、いや、えらい戦いだったなと思ったことが最初のファーストコンタクト。以来党首討論もやりました。予算委員会でも随分厳しくご質問もいただきました。戦いの歴史です。だけども今回は反自民非小池都政を実現するためにそれぞれの立場で全力を尽くさなければいけないと考えております。同じ千葉県民なので関わる話をしたいんですが、今回は蓮舫さん後継薬条例をテコにして都内で働く人たちの労働条件を改善しようとしています。グッドアイデアだと思います。グッドアイデア。後継薬条例っていうのは千葉県の野田市が最初なんですね。2009年の9月、当時は入札競争で大変で建設現場で働く人たちの人件費を抑制をして競争してた。それじゃ働く人たちのためにならないねということで後継薬条例が作られたんですね。以来15年間で80ぐらいの自治体で後継薬条例ができています。特別区でもありますね。東京の世田谷なんかも頑張ってますね。単なる請負契約とか公共調達じゃなくて賃金を上げるとか労働条件改善するとかということを加味して契約をする。これものすごく政策効果があると思うんですが、それを全国の都道府県はどこもやっていません。東京都がやるならば東京都と契約をしている会社はいっぱいあるんです。その下請け孫請けもいっぱいあるんです。そこで働いている非正規雇用の人もいっぱいいるんです。その人たちの暮らしを守るために助けるために東京都で後継薬条例を制定する。断固支持したいと思います。2つ目、我が千葉県ではですね、今年度から千葉県内で小学校中学校特別支援学校の教員になろうという人たちのために千葉県で採用された場合には、今大学生の半分が奨学金で学業をね続けてますよね。奨学金の返済を千葉県が肩代わりをするという制度をスタートするんです。というならば千葉県の例えば小学校の
試験の教員試験の採用倍率は 1.6 倍です。2倍来るというのは深刻なんですよね。東京都も同じなんですよ。今東京都も蓮舫さんはこの同じことを教員だけではなくて医療や福祉の分野でも人手が足りなくなっている。そのために若者が医療や教育や福祉の分野で東京都で働こう、公共サービスを担おうという時には奨学金を肩代わりし家賃も補助をするという案を打ち出しています。私はこれも画期的なことではないかと思いますが、皆さんいかがでしょう。こういうことをね、政策論争をすべきじゃないですか。公務公務と言って出てこない、出てこいよと思いますよ。転職が出てこないで政策論争深まりますか。深まんないじゃないですか。民が荒地の民主主義を私は現職の小池さんはバカにしてるんじゃないかと思います。しかもね、候補者もステルス作戦ですよ。出てこない、応援団もステルスじゃないですか。実態は自民党公明党がガンガン応援してるじゃないですか、組織を使って。ところが裏金の問題があるから自分たちがマイクに言ったらダメだなと思ってるんでしょう。その分地下に潜ってガンガンやってますよね。ガンガン、こういう体質の人たちが都政牛耳っていいんですか皆さん。ダメでしょ。さっきずっと千葉県の話をしましたけど、千葉県残念ながらまだ金券風土なんです。千葉5区はね、この裏金問題の先駆けになったようなことがあって、パーティー開いた、収支報告書に出さなかった、何に使ったか何も言わずに議員辞めたっていう人がいました。千葉9区では洋上風力の会社と癒着をして受託収賄の罪で逮捕された、今汚職になった議員がいました。金券風土です。でもそれ以上に東京都自民党都連はもっと金券じゃないですか皆さん。東京中国は前の議員なんで辞めたんですか。江東区長の選挙やってる時に地方議員に陣中見舞い配ってたんでしょ。こんなの買収じゃないですか。そのちょっと前にはあの練馬区で経産大臣やった人が有権者にメロンとかね、カニとかね、筋子配ってたんでしょ。東京のど真ん中ですよ。そしてこの裏金事件にも東京都連の幹部がいっぱい関わってるんじゃないですか皆さん。都連の会長誰ですか。萩生田さんでしょ。萩生田さん、彼は2728万円裏金作ったんですよ。2728万円です。それね、どうしてたのか、政治資金に使ったならこれまで言い訳出すんです。修正すれば机の中に入れていたって言うんですよ。2728万円万札を平積みすると約30センチなんですね。30センチ入る机、ちょっと考えられないんだけれども、要はそれは所得じゃないですか、脱税じゃないですか。会長代行は丸川さん、800万円以上裏金作ってた。彼女はどういうこと言ってるか、自分の口座で管理してました、政治資金使ってないんでしょ、脱税じゃないですか、もろ脱税じゃないですか。裏金事件なんてもう言っちゃダメ、脱税事件なんですよ。国民は1円たりとも税逃れができない。インボイスも導入された。ところが800万だ2000万だと脱税していながら平気で政治活動してる連中が今度はまた都政も牛耳っていこうとしてる。許しちゃいけないんです皆さん。裏金事件に反省のない彼らにペナルティを与え続けなければいけない。東京から帰ってきましょう。蓮舫さんを中心に帰ってきましょう。そして日本を帰ってきましょう。皆さんのご支援を心からお願いを申し上げて、早くマイクを渡せという顔をしているんで、私はマイクを貸していただきます。ありがとうございました。
忠義志向元内閣総理大臣より大変力強いお答えいただきました。ありがとうございます。それでは皆さんお待たせをいたしました、東京都知事候補蓮舫さんです。ご注目ください。まさか市議長にこんなに褒められる日が来るとは思いませんでした。そして野田元総理からは温かい言葉もいただきました。若干チバチバが入ってるのが気になりました。東京都知事候補の蓮舫です。よろしくお願いします。こんなにたくさんの人に来ていただいて、私は堂々と政策を訴えることができる。本当にありがたい。残念なのは明日で選挙戦は終わり、7月の7日の投開票になります。とうとうテレビ局の候補者討論会が1回も開かれないという事態です。なんで逃げるのか、小池都知事に皆さんが突きつける、そういう投票結果をぜひ出していただきたいと改めて思います。100年安心、政府は言いました。年金保険料上げるけど100人安心だから大丈夫だ。5年に一度の財政検証が行われました。どうなりました？今から33年後、国民年金今から2割減る。若い人たちはテレビのインタビューで言う、僕たちはもうもらえないでしょう。現役世代は言う、死ぬまで働かないとダメでしょう。私は人口減少の問題、30年前から分かったのに全く手をつけてなかった政治の責任をしっかり解いた上で、東京から持続可能性の都市を作っていきたいと改めて思っています。少子化対策というと国元もそろそろ考え方を変えた方がいい。結婚させようとするんです。結婚すれば子供が増えるだろう、生まれるだろう。でもどうですか、変わらないじゃないですか。むしろトレンドはどんどん落ちていく。国はやる、地方自治体が婚活イベント、合コンパーティーをやったら皆さんの税金で補助金を渡すんです。私はこれは何なんだろうと思う。小池百合子さんも同じです。自由民主党の発想の人だと思う。東京都の今年度の予算は少子化対策で都が婚活アプリを作るそうです。そして合コンイベントもやる。果ては皆さんの結婚の思い出の曲を広く募って、それを漫画にして皆さんに公開する。これで子供生まれますか、結婚しますか。こんなのに3億使う、その金の使い方は私は全くおかしいと改めて言い合わせていただきたいと思っています。もう27年前なんですが、双子を見ました。お腹の中にいる時にすごい楽しみだった。早く生まれてほしい、早く出てきてほしい。生まれたら何をやろうか、何を着せようか、何を食べさせようか、どこに一緒に行こうか。でもね、子供って生まれてくると本当に初めての子育て、想像を超えるものがある。泣き続けるんですよ。抱っこしても泣く、ベッドに置いても泣く、双子だから二人同時に泣く、眠れない、つらい。こんな暑い日はお散歩にも行けない、家時間が長くなる。そうすると泣いてる子供、なんで泣いてるのかわからないからこっちが泣きたくなる。孤独でした、不安だった。あの時に誰かが、不安じゃないよ、孤独じゃないよ、誰かが言ってくれる、そういう場所があったら私は救われた。幼稚園の時、子供たちがまだ結べないのに靴紐を結ぼうとする。でも朝の3分待てないんです。仕事に行かなきゃいけない、子供幼稚園に早く連れて行かなきゃいけない。なんで、もう手を叩いてママが結ぶから。たった数年しか生きていない、その子供のやる気をなんで私は3分待てなかったんだろうか、今でも後悔している。あの時に誰かが大丈夫だって言ってくれたら、会社が3分は遅刻じゃないよと言ってくれたら、
もっと私は育児に豊かな心で臨むことができたんだと思います。産めよ増やせよじゃないんです。産まない女が問題だじゃないんです。誰かのせいにして政治が何もしてこなかった責任を取らない。私は国がこういう姿勢だったら東京都で子育てをする人は私は細やかな気配りが寄り添うそういう政策展開をしていたいということをぜひお約束をさせていただきたいと思います。今はいろんな時代になりました。結婚だけじゃない、結婚するという選択、結婚しないで一人で生きるという選択、大好きなカップルとパートナーと暮らすという選択、あるいは選択的夫婦別姓が実現するまでは結婚届を出さないというカップルもいる、一人で子供を育てるという選択もある。そのどれもが私は素晴らしい生き方だと思う。そのどれもがお互いが尊重し合う本当の多様性のある東京都を私と一緒に作っていただけないでしょうか。誰かを傷つけるんじゃない、誰かが幸せになる都政を私は作りたい。お金の使い方どうでしょうか。先ほど新さんからもありましたプロジェクションマッピング、2年間関連予算48億、小池都知事は言いました、20万人見に来てくれた、20万人の記憶と思い出に残る、それに48億、皆さんの税金を使っていいんだろうか。私は立ち止まりたい。立ち止まってどうするか考えましょうよ。何ができるか、このお金で何ができるか。東京で3人以上の子供がいて家賃が高いけどでも頑張ってる人たち、それでも住民税非課税世帯の人たちに1月2万家賃補助をすれば、ざっくりとした試算ですがちょうど1年間で48億円なんです。どちらが生きた税金の使い方でしょうか。私は子育て世代を支援することが次の世代の東京につながる、そういう選択をする都知事になりたいと約束をさせていただきます。プロジェクションマッピングにはまだ続きがあるんです。性官業の癒着、これが疑われる、実に疑われる。この事業は都が直接事業者に発注してるんじゃない、委託してるんじゃない、都と事業者の間に事務局があるんです。実行委員会といいます。この事務局誰か、東京都、都庁のある新宿区、それと東京観光財団、こういう財団がいる。東京観光財団の理事は誰か、大手広告代理店の幹部が名を連ねています。そして同じ広告代理店がこの財団にお金を出演出してます。ほぼ一体になっている。ここが発注したプロジェクションマッピング事業、受け負ったのはこの広告代理店の子会社、関連会社です。やらせじゃないですかこれ。この大手広告代理は東京オリンピック談合事件で都の仕事を入札できなくなってる。そうしたら自分たちが選べる事業は自分たちの関連会社に発注をする、こういう不透明な、私は契約は全部見直しをしたいと思っています。同じような事例がまだあるんですよ。命の水水道、3年前から2年前水道を止められた都民倍増してます。10万から18万人。なんでか、3年前までは水道料金滞納してる人には検診員が行って複数回訪問をして相談をして分割割があるよと提案をして払ってもらっていた。それが2年前からは郵便に変わりました。郵便が届いてある日水がいきなり止まる。都の職員は言います、水を止めたらすぐ払ってくれる。払える人払えない人どうやって判断するのか、
本当に払えるのに払えない人の水は止めてもいいでしょう。でも他の何かを切って水道代に回した人がいたらどうなるんだろうか。この暑い時に電気代を削ったんですか。子供の食べ物を削ったんですか。そういう切り方をして水道代を払ってくれると胸を誇って7億の行政改革をしたという東京都の判断は私は間違いだと思っています。むしろもっと払ってもいい。そして訪問をしてこの方に東京都のこの福祉課につないで差し上げれば、そうしたら一人で歩いていける、生活していける、その方が私はよっぽど生きた皆さんの税金の使われ方になると思うんです。この話にも続きがあります。都は水道事業を民間会社に委託をしています。筆頭株主は東京都、8割の株を持っている。ここの検診をやったり、あるいは滞納の方の相談をしていた事業をしている会社のトップが驚きました。都民ファースト希望の党の元代表小池都知事の側近中の側近がいつの間にか代表取締役に就任していました。どうやって就任させたんですか。オープンだったんですか。株主総会開いたんですか。そして2人しかいない筆頭理事はなんと東京都の水道局の天下りです。年収1000万超える。こんな政官業の癒着を放置しておいて水を止めて行革だというような、そういう都ではなくて皆さんに寄り添うもっとオープンな私は東京都を作り上げていきたいと思っています。楽しみです。私に任せてください。東京の人口が減っていく、合計特殊出生率が1を切りました。今まで小池さんも頑張ってくださった子育てをしている家計への直接支援、これは必要です。でも違うアプローチをしませんか。そろそろ、なぜ子供が生まれない、なぜ結婚しない、もしそこに未来のある若い人たちが経済的理由で結婚を諦める、子供を諦める、人生の何かを諦める、そんな未来が広がっているんだったら、私はこの若者を徹底的に支援をする東京都を作っていきたいとお約束をいたします。財源はいりません。増税もしません。今皆さんが納めてくださっている東京都の税金、一般会計、この 8.5 兆、都は直接事業をして行政サービスを行っているわけではないんです。どこかの会社に発注をしている。だったらこの会社は若い人に手厚いかどうか、給料は十分かどうか、ちゃんとお休みを保証してるか、ブラックじゃないかというのを要件付けたらどうでしょうか。優秀な企業であればあるほど、若い子を大事にすればするほど東京都の仕事を入札することができる。であれば企業も努力するんじゃないですか。都の職員は言うんです。大企業だけがそれは優遇されるんじゃないか、労働環境を改善している大企業が優遇されるんじゃないか。とんでもない。大企業は子受け孫受けに再発注再発注するんですよ。だったらその大企業の再発注再発注先の中小零細事業者、そこに発注する時の適切な価格で安く叩くんじゃないという、そういう要件をつけたら、皆さんの税金からこの東京で仕事をする人たちの環境改善が確実に行われるんじゃないでしょうか。若い子たちの手取り増やしましょうよ。何かを諦めない若者を作りましょうよ。奨学金も大変です。2人に1人が大学等を出るとき平均で310万円ですよ。310万円の借金を取って、そして非正規雇用になって、有利子の場合一体いつまで自分は払い続けるのか、一体いつまでこの借金が残るのか。やりたいことを諦め、
結婚は遠い未来になる。だったら都が支援しましょうよ。子供を学ぶ教育、子供が育つ保育、そして皆さんの命を守る医療、シニアの安心を守る介護、この分野で働いている若者、この分野で働きたいという若者の奨学金の返済に皆さんの税金を使わせていただけないでしょうか。皆さんの平均を税金を使わせていただいて分厚い中間層を作りましょうよ。できるじゃないですか。あのね、若者中心っていうと必ず言われる世代間の分断かと、お前も排除じゃないかと言われる。とんでもない。だってそうでしょ、介護の世界で働いてくれる若い人が増えれば、人手不足が解消されれば、今90代80代のお母さんお父さんの介護をしながら働いてる50代60代の現役世代の人たちが自分の介護離職の心配をしないでデイサービスや施設にお願いをすることができるんじゃないですか。若者を支えればシニアの安心につながるんじゃないですか。若い子が豊かになったらどうでしょうか。それは税収増につながる、介護、医療保険、社会保障の持続可能性につながる。分断なんかじゃない。若者を中心に徹底支援すれば子供、若者、現役世代、シニア、好循環の東京都を私は絶対に作っていきたいと思ってるんです。小池さんは光に光を当てるのが大変得意です。でもね、自分で光れる人は光を当ててほしいなんて思ってないんじゃないですか。豊かなものをより豊かにするんではなくて、広がる格差、光と影、伸びる長い影、だったら私はこの影に光を当てて、影が短くなるまで薄くなるまで、その人が一人で立ち上がって自立して歩いていけるようになるまで光を当てる都知事にさせていただきたいと思っております。本当に不安です。毎日現職は強い、討論会にも出てこない、公務と称して何をやってるのかわからない、8年間の公約守ってない、自分の会社で約束守れない人って解雇されるんじゃないですか。やっぱりおかしいと私は思う。でもそれでも私はなんとかこれからの4年間を皆さんの4年間を預かりたいと思って演説をしていた。今日もいろいろな駅で大手の大きな交差点でピンクのポスターを持って、年報ポスターのピンクの R を持って期日前投票に行こう、7月7日が投票日だ、みんなで投票に行こう、声を出して応援してくれる人がいる。まさに東京からの新しい民主主義が生まれました。今日までにそのポスターを掲げてくれた人はなんと延べ2500人を超えました。なんと皆さんが立ってくれた駅が620駅を超えました。こんなにこんなに力強いことはありません。ありがとうございます。だから私はお返しをしたい。これからの4年間任せてください。そのためにどうか皆さん私を勝たせていただけませんか。一緒に戦ってくれませんか。もっともっと強く私に力をくれませんか。そのために私はしっかりと答えて最後の最後までお訴えをしていきたいと思っております。ご清聴ありがとうございました。どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。蓮舫候補から健康一匹のお訴えさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。鳴りやまない蓮舫コールでありますけれども、蓮舫候補この後全員の皆さんとハイタッチはできないと思いますけれども、時間の許す限りこの場を回らせていただきまして、直接ご挨拶をさせていただければと思います。市議長、そして野田佳子元総理、ありがとうございました。
解放コールを続けてください。お願いします。解放解放解放